足を猫ったんですけど、今日も3時半ぐらいになってるんだけど、今風邪ひいてるから、朝9時から病院に行って、午後は赤羽の銀歯が取れてるので歯医者さんに行かなきゃいけないんです。なんでこの時間になってるか、ネギさんは知ってますね。実生活がちゃんと成り立ってないと、こちらとしてもとても困ることになるんですけど、確かに、ASD と ADHD の、超集中、過集中っていうの、あれが、すごい巻き起こってるのは、とってもよく分かるんですけど、さっきネギさんがやってたみたいに、ストラテラ飲むのを毎日飲んだ方がいい気がします。多分今みんなやりたいこととかバーって出てきて、その反面表に出るのっていうか、この表じゃなくってみんなの前っていうことね、人前に出るっていうことがすごく苦手な子はすごいちょっと緊張しちゃって、それでこっちの方、週猫ターンの方ね、結構うつみっていうのがすごくよく分かって、でちょっとそこが辛いので、今は、やり始めたっていうか再開し始めたばっかりだし、リギさん、ラジオで言ってたんだけど、水玉動画で他の子の意見を聞くってすごい大事だって、内部会議でポロポロ言われることだけで分かった気になってたって。それをこうやって動画で見ることで、この間のりなちゃんのとか、それぞれが考えてることまでは内部会議みたいのじゃ分かんなくって、だから動画はすごい大事なんだけど、予定管理と体調管理、うつみきてるの分かってると思うんだよ。知ってると思うの。なんで？なんで対処してくれないのかなって。多分、アスペと ADHD のせいだと思うんですけど、お薬だけじゃなくって、生活面もちょっと気をつけてもらいたいなっていうのが、今の私の希望です。なんとか頑張って病院に起きようと思います。ちゃんと話聞いてください。ネギさん、よろしくお願いします。